129度統計129度線統計129度線は、本所四五線面から東へ129度の角度をなす、経線である。北極点から北極海、アジア、太平洋、オーストラリア、インド洋、南極海、南極大陸を通過して南極点までを結ぶ。統計129度線は、西経51度線と共に大円を形成する。 統計129度線は北極点から南極点まで南に向かって以下の場所を通っている。オーストラリアでは統計129度線が西オーストラリア州の東の境になっている。オーストラリアでは統計129度線が西オーストラリア州の東の境になっており、ノーザンテリトリー、南オーストラリア州と接する。西オーストラリア州の境界とノーザンテリトリー、 南オーストラリア州の境界の交点は、南位26度であり、その地点は、サーベイアー・ジェネラルズ・コーナーと呼ばれている。ダビー・アンドリュー・キャンベラ・オール・ワット・シー・オーバー・ポジション・オブ・サザン・オーシャン。ザ・エイジ、http コロンスラッシュスラッシュ www.theage.com。au、アーティクルズ、2003-12-21。 一兆七百十九億四千百六十一万五百五十六 h t m l 二千十三年一月十三日、閲覧。インディアンオーシャン。エンサイクロペディアブリタニカ。二千十三年一月十三日、閲覧。ポーター、ジョン、サーベイヤゼネラルオブサウス・オーストラリア。アンヒストリカル・パースペクティブ・ロンジェトゥード129。ディグリーズ・イースト。 And why it is not the longest, straight line in the world.National Perspectives, 3 2 n d Australian, Selviers Congress Technical Papers 31, March 6A p r i l 1990, キャンベラ The Institution, eyepiece, Official Organ of the Institution of e l セル e r s Australia, W.A. Division, Pianissimo, 18から 24, r t e r ありがとうございます。